こうと思って。なに、いいんですよ。いいんですか、どちら様ですか。どちら様ですか。ドラえもんじゃないし。ドラえもんじゃねえよ。はい、今回はですね、あの TikTok とか YouTube で幅広く活動されてるしなこさんってわかりますか。はい、ピンクが超かわいいしなこさんがお店も原宿で出してるんですけど、はい、今回はそちらしなこさんの許可をしなこさんに許可をもらってしなこさんのお店に今から遊びに行きたいと思います。イエーイ。知ってるね、すごい。そうそうそう、かわいい。なんかたくさんの食べよう、いっぱいあるので、はい、それでは早速行ってみましょう。ねえ、待って、今までこれしかやってきたのに何これ。やっぱドラえもんだからこれしかできない。これしかできない。今日できない。これしかできない。来ました、スビート。さあ、じゃあ、なんか見て、もう面白いよ。うんちくんソフトクリーム、美味しそう。美味しそうだね。これすごい美容だよね。そう、よくさインスタとかでも見る。いい、このさ、わたあめ、大きいわたあめね。中に入ってきました。そう、メニューがね、こんな感じでたくさんある。いっぱいあるね。しなこさんにさ、もう見つめ聞かない。あ、そうだね。じゃあしなこさんに。ゆなです。ゆうちゃんです。はちゃです。ゆいちゃんです。せーの、ナンキンペッパー。ナンキンペッパーです。すごい、よろしくお願いします。ソーダか、ホワイトウォーターか、ウェルピスを、ソーダですね。うんちくんソフトクリームか、わたあめを販売してるんですけれども、まあ、やっぱ可愛いから、皆さん、ホニアビンドリンクを持って写真を撮ってもらいたいから、ちょっとあれが、実は全部おすすめなんですけど、ちょっとうんち持ったら嫌だな、みたいな。アイドルが打ちましたら、ちょっと嫌だな、みたいな。すげえ、すごい。光ってる。かわいい。変わるかな、めっちゃ。ね、外出たらもっとわかりやすい。目立ちますよ、これマジで。え、嬉しい。ハートが。うわあ、ね。容器もかわいい。お待たせしました。和式便器です。え、超かわいい。めっちゃかわいい。母ちゃん落とさないでね。うん、落としてるください。うん、ぜひゆっくり、写真スポットもいっぱいあるんで、写真撮ってってください。ありがとうございます。はい、ということで、はい、じゃあ、うんちくんソフトクリームとおゆうみんタタピオカをゲットしてきました。イエーイ。見て、めっちゃ光ってるの。限定ボトルらしくて、そう、なんか土日の5時以降限定で、すごいキラキラ、ね、かわいい。で、こっちもね、見て、ほら見て、あのね、入れ物がね、ちゃんと和式だね。しかも見て、とうとうって書いてあるの。めっちゃかわいい。かわいい、めっちゃかわいい。かわいい。見て見て見て、ね、下にポップコーン入ってる。ほんとだ、すごくない？やばくない？やばい、めっちゃおいしい。おいしい、塩気が一番おいしい。おいしい。ブーティー使ってんの？光り方が変わった。
ゆっくりじゃん。すごい違い方も。中心ら辺のところにあるので、皆さんも。